で今日はうさおんちに皆さん集まっていただいております。スプレーアート協会会長さん、ヨシ先生いらっしゃってます。はい、で今日はなんと差し入れにローチョコ、皆さんご存知か分かりませんけど、はい、今じゃあしろくちょっとあの何も説明聞かずに食べていただいて大丈夫でしょうか。わかりました。はい、初めてなの。初めてですか。チョコレートは初めてではない。さすがに。さすがに、さすがにね。うん。いないよ。はい。で、やらせではありません。もちろん。はい。まず、はい。こんなチョコは食べたことないんですね。え、まずいんではないよね。いや、まずいじゃない。めちゃめちゃうま。うますぎる。うますぎた。え、普通のチョコと違いはどんな感じですか。なんでしょう、不自然な味がしないよね、なんか。スッと入りません？本当にスッと入ってる。そう、私大好きなんですけど、あのコンビニのチョコ食べれない。美味しくて超美味しいですね。超美味しい？あ、よかった、ヨシさんから美味しいいただきましたいや、なんでこういう味になるんですか、これは。そこでピンポンして。あ、まあ、もともとカカオっていうのはフルーツ、フルーツなんですよ。あ、そうか。フルーツ、カカオってフルーツの中の種の部分がみんな食べてるチョコなんですよ、実は。はいはい。種はカカオ、カカオなんですけど、カカオパウダーとカカオバターに分かれるんです、大きく分けると。そのカカオバターっていうものだけ使うとホワイトチョコ、好きなホワイトチョコになって、でそこにカカオパウダーっていうものを入れるとこういったあのブラウニーになる。そのなんでしょう、甘すぎもないし、さっぱりしたチョコなんで、あの例えばお酒を飲むとき、その苦味が強いものでも甘みが強いものでも合う感じなんで、止まらないです、これダメです。そう、止まらない、いくら食べても大丈夫っていう。これうまいっすね。うん、うまいっすね。そんなに甘すぎもないっていう。うんうん。